お前はこう思っているだろう。全部大事なことだから、全部自分がやらなければならないと。はい。実際同僚も上司も私に頼ってくれているんだから、私がやるべきだと思います。それが間違っているんだ。なぜですか？この世の中、大抵のことはどうでもいいことなんだ。お前がいなくても会社は回る。実際スティーブ・ジョブズがいなくなっても、アップルは大成功しているだろう。はい。つまりお前が会社を抜けても別に誰も困らない。他の誰かがそれをやるだけだ。ただそれだけだ。確かに言われてみればそうですね。私自意識過剰だったのかもしれませんね。ああ、人は自分を過大評価する生き物なんだ。だからどうでもいいことを自分がやらないとダメだと思い込んでしまう。確かに言われてみればそうかもしれません。だからこう考えろ。大事なこと以外はやらないと。大事なこと以外はやらない？そんな無茶な。無茶じゃない。世の中のほとんどがどうでもいいことだ。何でもかんでも他人の頼みを引き受けているから、自分がやりたいことができなくなっていくんだ。